初夏の根本美希です。久しぶりにゆっくり一日過ごせそうなので急遽カメラを回しています。で、まあ本当に今日何撮るか決めていないので時間もあるし好きなことして過ごそうかなと考えています。はい。でね、 YouTube 好きで動画作成というか動画撮るのも動画編集するのも好きで本当はもっと本数上げてアップしたいんですけど今年の上半期は本業で忙しくなっちゃって今年の動画投稿数がねかなり少ないんですけどまあ好きだっていうことは伝えておきます。なのでチャンネル登録は外さずに長い目で活動というか応援していただけたら嬉しいです。では1日スタート。何してん行くよ、あっちおいで、まーちゃんおいで、おいでおいで、おいで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 、あー来た来た、あっち行こう、お湯をね、沸かしてる間に2リットルのペットボトルで二の腕の体操、筋トレをしています。いただきます。何？見てないとね、まろちゃん怒るんですよ。ねえ、俺を見ろ。まーちゃん。朝ごはんを食べ終えたら、パソコンでできるお仕事をしていきます。メール返信とか、ウェブの更新とかを、だいたい1時間から2時間ぐらい集中して行っていきます。ネットスーパーが来ました。
はい、じゃあ朝の仕事が終わったので今日は水墨画で滝を描いていこうと思います。これはね、私が撮った写真じゃないんですけど、ちょっとね、最近滝の水墨画モードというかハマってて、いろんな滝を描きたいなと思うので今からね、練習していこうと思います。むずいな、多分これむずいぞ、絶対むずいぞこれ。やん、やめて。やって。Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were the way. Oh, this could be the best thing that I'll ever know.ちょっとね、絵描いてる時はもうこうなって口数本当に減っちゃうから、ちょっとつまんない絵面になってるかなと思ったので、少しおしゃべりしながら描いていこうと思います。あのね、最近思ったことをね話そうと思うんですけど、まあなんか私お仕事でこう、これ書いてください、あれ書いてくださいってお声掛けいただいて、でお客さんのために作品を書くことの方がどっちかというと多いんですけど、最近それがちょっと落ち着いてきて自分の作品に向き合える時間が取れているんですけど、なんかね、改めて思うのが、私多分仕事が今後一切なくなったとしても、誰からもご依頼がなかったとしても、水墨と書道はなんかずっと描き続けるなって本当に思います。うん、なんかね、好きなのは好きなんですけど、やらなきゃ落ち着かないみたいなのもあるし、もちろんそのお客さんからご依頼いただいた作品をお客さんのために筆を取るんですけど、こう誰のためでもない作品、今みたいなものを描くときって本当にこう、なんだろう、瞑想というかリラックスというか、心の癒しにもなるし、なんか活力
が湧いてくる感じもするし、本当にね好きです。なんか喋ってると筆動かせないかも。乾かしてる間にスイカを食べます。スイカね大好きなんですよ。うん、うん、まっ、おいしすぎる。うん、今年ねずっと風鈴が欲しかったんだけど、風鈴買ったんだけど、暑すぎて窓開けないじゃん、クーラーじゃん、ならないじゃん、買った意味みたいな。で、クーラーの風で風鈴鳴らすのってあんまり息じゃないし、なんならずっと風鈴鳴り続けるのも違うじゃん。だからなんかいつ風鈴なのかなと思って、ほんとならない。空気清浄機の風で反応してチリーンってなるけど、なんか買った意味ないぐらい、なんかオブジェとしてそこにあります。ということで今日は水墨画で滝を描きました。だいたい休憩も挟みながら5時間ぐらいで描き終えました。ちょっとねもう腰が痛い。もう腰痛いのは常なんですけど、はい。でまあこの後もう夕飯準備して今日の1日は終えたいと思います。はい、また時間がある時に Vlog 撮っていくので、ぜひまだ、チャンネル登録していない方はチャンネル登録と、あとお気軽にコメントください。コメントをいただけるとすっごい活動の励みになるので、はい、もらえると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。